乾杯しますか。とりあえず別に始まったからといって喋らん、喋る喋らんはどうでもいい、乾杯だけ喋る、そんなことはどうでもいい。おーい、おーい、お疲れです。つまみ買ってこいよ、つまみ買ってこいよ、お前買ってこいよ。つまみ買ってきてくれや。なんかそこバルで飯食ったやつ頼んでこい。バル頼んできて。あ、今日は何、帰りがゲストみたいな感じ。そうだよ、あの毎回言うけどそうだよ。そうだよ、よいしょー。よいしょー。ほとんど同じ人がコメントです。びっくりする。いいね。よいしょー。そのせいけやね。なんか名前とかも出るよね。これね、そうやね。何しようかな今日は。よかったね、コメント見れる。まず画面も映ってる、俺ら動いてる。よかったよ。初めてですよ、この放送が始まって。そうやで、何シカトしてくれてんの。ちょっと頑張ってでかい声出して。シカトするの何なん。そうやで、今日から本当のスタートみたいな感じですね。だって何してるよ、喋ってもダメなんだよ。なんて、なんて、なんて。さあさあさあ、いいよ。よいしょー。え、コメントないやん。何あるろ、あれ、ええやんか。なんで自分の方に寄せてさ、見てない。あるやん、コメント出てる。あ、それがコメントね、うん、めちゃめちゃある。まあ、よし。先週はね、このクソなね、設備準備によって、あの俺らの1万円コーデのね、企画が丸潰れしましたんでね。あんまやね、うん、いや、そうね。だからもうちょっと、それから1から頑張ろう、もうちょい。どこのホスト、大阪です。見えへん、俺めっちゃ見える。メガネの意味。メガネ入ってない。入ってない。メガネの意味。メガネの味。よかったね、見れるようになってよかったよ。よし、今日はあのリスナー任せでいきましょう。コメント拾って俺全然見えへん。もっと声張っていこう。あ、誰がこれ、あんまり拾ってないんだよ。さっきさ、歌っとったせいで多分位置がおかしになって。マイク。ああ、そうだ、マイクの位置が。聞こえる？ちょっとここぐらい前持ってこなあかんのじゃん。うるさい。うるさい。すいません。知らねえ。やばいやばい、歌舞伎じゃないんだの、あれがすごいよ、うん。標準語で行こう。なんで歌舞伎じゃないのって君たちってこと。うん、じゃあ見んじゃん。憧れてるよ。憧れてるよでも。どっちかって言ったらね。どっちかって。めちゃくちゃ憧れてます。歌舞伎に行くこともあるよ、たぶん。ちょこちょこ。いやいや、もうなんか、そんな見るやったらもう、たぶん呼んでよ。見るやったら呼んでよ。今日何すんのって何する。どうしようか。もう企画とかはね、ちゃんと言ってくれて、今日な。ほんまに、ヒデちゃんとな、今日何話しますみたいな。そう。じゃマジで毎回こんなんやばいでって。ほんまにだって今とんでもないことになってた。とんでもない。何？お絵かきし。あ、お絵かきしやっていきないね。お絵かきはいいよ。どういうこと。どういうこと。もう俺な、お絵かきはな、分かりづらいからな。指示が熱い。お絵かきしやで敵見えないで、こんなに汚いわ。してたらええやん、どんなん出てきたんて。そんなん知らんやん。どういうこと。こんなんこんなん書いてあって、ちょっと可愛いしな。でも絵上手い。意外と可愛い。そんなこれでお絵かきしやつってどういうこと。びっくりした。こんなんいらねえよ。こんなんいらねえよ、お絵かきしやって。東京の人がやっぱよく見てるかな。東京の人がやっぱよく見てるんかな。
東京の人がやっぱよく見てるかな。何回言うの。まあまあ、そうそうなん。俺おる？俺おるの今。おらんかった今これ。まあええよ。好きにしたら楓が好きにしたら全部のそこまで言うやったら何語てかさ、まあまあ楓もそうやけど、っていうか何しとったっけ何前、うん、前はこうあれちゃん一番こうだよ。まあそうやってその前だから俺らほら放送もろくにできてなかったわけよ今まで、うん、あ画面も動いてなければ、はいはいはい、コメントも見えてなかったりとか、まあね、それをその時何してたのっていう。その時の方がちょっとコメントもいい感じじゃなかった。そうやな。その時は喋ってたよ。その時なんか喋ってたね。ラジオしてたからね。だから完璧。やだ、ちょっとその不具合を言い訳にちょっとしとったけど、ちょっと今日完璧すぎるから。俺は違うよ。違う。俺は違うよ。いやいや。笑って笑って笑って。俺は違うよ。やって。もう俺完璧だけどね。言い訳せず。コメントやっぱ大事だからね。コメント拾っていこうってめっちゃ来てんだよ。めちゃくちゃコメントしてくれたの。まあ大阪なら面白いこと言えるんですよ。大阪出身一人しかいないからね。確かにね。あ、じゃあ誰が大阪出身かを当ててもらおうよ。じゃあ、そうやね。あ、そうやね。あ、こん中で誰か一人だけだから大阪出身。せやせや。もうアウトや。何？青シャツ。青シャツが大阪出身。おう、おう、おう、おう。あとは？一人だけなの？一人だけほんまに一人だけなの？あ、ほんまやね、一人、うん、これはガチ。あ、でも、そうだよ、みんなどこ出身だったっけって言ってくれてるのは多分前のやつとか見てくれて俺らは言ってるわけじゃん。それを、あれしてるんですよ。ダサいピンクのせい。マイナス100ポイント。マイナス100ポイント。マイナス100ポイント。続いとった、こういうダサいピンクせい。あ、俺金払った。あ、金払った。金払い、ファイブ選手の。はい、お前ガチャやってガチャやってるみたいになってるやん。おっ、チクンでしょって。おっ、いいね。あ、それはあれでしょ、だから大阪出身っていうのはってことでしょ。あ、そうだね、ちょっとだけなさいね。ちょっとだけ、ごめんごめん、ちょっとごめんごめん。普通に拭いたよ。やばい、楓いるわ。やっぱこんなラフに来た感じだ。楓いるわ。こんな服楽そう。このセーター、もともとピンクじゃない。そこのピンクのセーターに落書きして、おあ、すごい、コメントがめちゃくちゃおもろい。あ、だから、ダサいから責任取れんのかもね。ちゃうよ、ダサいから落書きしてよ、かっこよくしようってこと。いい意味のダメージリメイクね。いや、でも楓、結構このニコ生の撮影があるからっていう張り切って選んだやつのが、いろんな中からめちゃめちゃ一番ラフやないこの中で。いや、でも実際気に入ってるやつ。ほら、上から下だけ。気に入ってるのはでも事実でしょ。え、気に入ってるのは事実。そう、気に入ってるよ。シャネルのマークここや。シャネルのマークここじゃあ分からんやん。お前こっち行って、このグー行って。何？あ、オッケーオッケー。俺こっち。グー。ヒデちゃん文字書いて。あ、文字書いて。シャネル、シャネル、シャネル、シャネル。質問バレバレやん。あ、まあ、楓のいじりで2分は稼いだから、うん、なんで、ね、なんでいつもいじられるの。あ、いつもおしゃれやのにピンクあんま似合わねえって言われてんだよ。こりゃ初見やな。いつもって知ってるやん。絶対初見やな。絶対初見やな。で、大阪出身の話はどうなんだろう。大阪出身はもういいよ、もういい、アツシだからいいよ。正解はアツシでしただけで、一番大阪っぽくないけど。てか自己紹介してって言うか、たぶん初見のこともおるから。そうだね。変えてから自己紹介。ブラブルを変えて。毎日自己紹介した方がいいかな。まあ、ヒデットです。お願いします。こういうことやろ。こういう今の2人のおもんない感じの紹介やろ。お、いや、皆さんお願いします。しかないもんな。アツシです。服は可愛いねんけどな。服は可愛いねんけど。そんな自己紹介できるな。そんな自己紹介できるな。あ、結局誰が大阪出身。これはまあ俺だ、うん、まあ、広がらんクイズやったね。そうだね、うん、じゃあ他は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 見てるのが多いからってことね。メガネは軍人さん。やかった。奪われた。心臓捧げる。軍人大阪ですよ。軍人
軍人あつしめがれ、だって軍人ってか、だからその昔いじめられたやつってそういうのに憧れるやん。誰が軍権に憧れるやん。ちょっと肩入った感じでしょ。なんでまあ、楓くん好きです。楓くん好きやったら楓のかばうコメントもちょっとしてあげてよ。本当だよね、なんかその一言で終わってなあ、ピンクのニットダサいみたいな。まあでも、さっきもちょっと助けの言葉あったけどね。ないよ、いつもは毎日おしゃれなのに。ないないない。でじゃあこんな、ちょ、ゲストよ、ね、でもおしゃれで、楓くん顔はイケメンなの。ゲストやだよね。あれ初見さ、なんでいじめられてるの俺。見せてもいじめられてちょっと、ゲコメントがさらに続いてるから。えそうそう、あんまもう楓一色になってきたもん、ね、うん。そのピンクを買おうと思った動機をマジで教えてほしい。いいよね。え普通に安いから。セーターまだ行く。セーターあかんの。え、これ春用よ、一応。そう、俺ら何も言ってないやん。何も言ってないよ。どういう、こういう文句あるやったら、その言えよ、リスナーたちで言えやん。うん、ちょっとええよ、ちょっと。そうそうそう。だってみんな分からへんもん、そんな良さなんて。もうそんな見て分からへん。いや、別に俺らに言うんで、こっちに言って。ちょ、でも、もういじりとかじゃなくて、なんていう。俺らはこう、縦に見れてるわけですよ、コメントが。流れてないから、うんうんうん、こうやって見たらもう楓の何いじり表みたいな表やからさ俺らこのコメントが大体それぐらいのみ、うん、でもちょいちょい入ってよかった。あでもちょっと待って、俺のコメントにも寄ってきてるよ。俺のは軍人のバッター。美咲今日もイケメン入りましたよ、うん、だそういうなんかいいとこだっけな。今日もっていうことはやっぱり誰か一回見たことあるから、それはもう初見じゃなかったらいい。意見として反映されません。されます。ダメです。この思いの入り口リュウジの入り口ですか。俺らずるお前ら何なんマジで。なんで俺コメント拾ったのにそんな俺のディス言ってたまるん。そのセーターで北を歩くのはしんどい。もうセーターやめろ。だからさ、なんで階段かっこいいってことだよ。俺もいじってほしいよ。それね、セーターがあかんだけってことでしょ。どうぞ、カーボンかっこいい言われてるから。お前昼間とか歩いててこんなやつ、うん、ポヨはどう。ポヨはつむじ見せるじゃん。いやいやいや俺がやばいやつ。誰が一番綺麗なとんでもないことになってるあ、これつむじやばいで、多分つむじ、いやいやいや、俺がやばいから。じゃあ俺だってつむじだって俺すごいことになってるもん今。マジブリーチ2回してるから。いやそれはつむじがすごいことな。腐ってる腐ってる。意外と見てないのみんな。見えてないでしょ。見えてないでしょ、つむじのことは。見てないし、分かってないし。でこんだけ一番身長高いし一番見えない。だから俺が一番知ってるよ、みんなのハゲ事情。だから物を、物を落とすときに拾う、拾うときなんで喋ってないよ。あー、なんか美咲さんも分からんからね。なんか、なんか知る、まあ、なんかお前ちょっと拾って。マジで。ああ。ちょ。いや、やめよ。静止画はやばい。でも、外れとったもん。嘘。外れとったもん。静止画まで頭あったから、見えへん。静止画はとんでもないもんな。全然分からんわ。ないやん。ここら辺だけないもん。姿勢が強いんじゃん、それも絶対こう。姿勢が強いんじゃん。誰これでも。お、なんかパワーアップしてる。あ、そうやね。なんか極めてる。タイミングで CM 振りお願いしますって書いてあるから、タイミングやっぽい。タイミングだこう。タイミングや。はい、CM 行こう。CM 行こう。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。
始まった始まりましたね、その間にね無音な感じだもんね。あつしいつも服装頑張ってるから、新聞それもさっき拾ったし、いや違う違う、それ CM 中やったやん。違う、頑張ってる感じじゃなくて、まあ、おしゃれやもんね。だからついになんか俺いじり出したの。いや違う違う違う、あれなぁ、服はもういいやん、もういいやん、もういいやん、あつしの服装は好きやん、好きやねんけど、なんかそれで頑張ってる感あるかな。いや毎回ってこいつ知らんやん。何が毎回見てから言うやん、アホ。とうとうクリアした。俺なんかめっちゃだから俺ほんまのアンジュとかめっちゃイラッとする。だからまあでもあれよね、仕事中だからやっぱ頑張ってるから。俺フェイスブックとかやったとして、ツイッターとかな、なんかやばいやん、炎上とかするやん、芸人とかラムとかで、あいつら返すやん、俺も絶対返すタイプやん。あ、ちょっとガチで言うタイプ。あ、ガチで言うタイプ。ガチでそいつとかまたコメントするタイプ。まあでも言ってもいいんちゃうんですかね、その炎上言うて。何の話しようとしたんやろ。あつしうざい。一瞬で切られるわ。俺今何か話しようと思ったのめっちゃ忘れた。何だっけ、本当に先生じゃん。音書いたっちゃうほら、でもキャラを定着していかないとさ、俺ら。あ、毎週毎週同じようなことやってるわけ。誰が男前とか。あ、それも男前キャラは誰誰。あ、ダサい服ダサいピンクニットは誰誰とか。うん、俺しかない。俺うざい系でハゲてるやつとか。うざハゲ軍服は誰誰とか。ハゲのおっさん誰誰とか。そんなのをちょっと定着させていかなあかんわけよ。俺ってアンチがすごい。アッシュのアンチは。そんな喋ってないから。そういう系、そういうキャラ、そういうキャラね。まあ一人おってもね、別にそれは。それをやっていこう。だからもちろん俺はもうイケメンキャラですよね、このまま勢いでいけば。おお、あ、アンチしてくれ。誰がアンチ言いました。よいしょあ、おしゃべりすぎる。うるせえな、うるせえな。お前の相手見えてるからな。いけねえ。でかいね、お前。そんな撮った人だろ、お前。メガネいらん。え、メガネいるよ、もう一度やったことはもう。いや、いらんかな。でっかも別に一度、男が一度やったことはもう。うん、人の意見でいい。もう俺らも男らしい放送していこうよ、もう。めげないめげない、毎週木曜日山田。あ、でもこれ、あ、これあれじゃん。俺も分かってるから。分かってるから。あ、そうな、俺今初めて言った。分かってるから、さっきから俺が言った。今初めてだもん。いや、俺もさっきからだ。いや、ほんまってなってるよ。これ大阪から放送してますよ。そう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 。てかさ、その大阪にあるの。大阪にナイトチューブはね、大阪にあるっていうか、あの、東京からこう来てもらって契約したんだ。そうそう、で、俺ら放送させてもらってる感じだよね、木曜日にね。何の話。業務的な話。いや、コメントがちょっと業務的なコメントやったから。何やろな。え、てか、ナイトチューブは東京ではすごいあれなんですか。もう、メジャーなんですか。もう、歌舞伎町のホストといえばナイトチューブみたいな感じなのかな。メジャーっぽいよね。まあでもやっぱあっちが遅れってことは、やっぱあっちは言ってくるってことは、ね、そうやったでしょ。だってナイトチューブ大阪にあるのマジでみたいな感じやん。そっからやもんね、まあ、あるかどうかが分かってないからね。あ、じゃあもう歌舞伎町のホストさんたちはナイトチューブとかでメインにこう放送したりなんやし。はいはいはい。はい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 。どういうこと。俺らが情報を知らない。今日俺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 発した。今日言葉発した。俺だって唯一コメント大阪にナイトチューブあんののやつで拾ったと思う。あるよ。はいはいはい。あー、おもろいな。歌舞伎町はでも行きたいよね。みんなでね。まあ、みんな行きたい。遊びにしよう。俺はでも元々歌舞伎町なんでね。そうやな。そう、歌舞伎町で夢を破れたら。やめてきた。夢破れて大阪に来たら大阪が悪いみたいになるけど、じゃないから。大阪来た方がすごい楽しかった。一回落ち着かそうと思ってな、大阪で。うん、一回ちょっと鳴らそう。ホスト鳴らそう。そうやな。え、でも、ここもあれちゃう。大阪じゃないもんな。もともとだって、大阪だったのお前だけ。俺大阪ずっと。
広島とかなんやして、俺はもともと静岡ちゃん。夜生、あ、そうなんや、夜生ってある。じゃあ夜生にすると夜生もするかい。ライブ終了一緒、すぐ帰るよ。コロコロコロで大阪来てほしいよね。大阪来てほしいっていうか、その余裕で行けるからな俺らも東京に。だって服とかもな、可愛いしな、東京の。東京行きたいよね。東京いいね。このメンツとかでもね、バッと行ってね。あ、体験行ってね。体験行ってね。4人で来ていい。来んなって言わないで。来んなって言わない。全然言わないで。違和感あるんかな、俺ら行ったら。いや、あるでしょ。なんでやん。いや、でもお前は。なんでやねんって。なんでなんでなんでやねんって。何やろ、それ知らんの。知らん、初めて聞いた。アツシバミラム知らんの。それやろうと思ってたっしょ。やろうと思ってた。アツシバミラム入ってない打ち合わせしとった。入ってきたから。いや、マジで。え、でも一回働いてみたいっていうのはあるよね。ああ、なるほど、はいはい。だから一回働いたことがあるけど、どうぞ。ちょっとチェックして、お前、無理。マジで。いや、くんなし。いや、くんなし。俺らってまずそのこんな感じじゃないじゃん。まあね、うん、東京に通用しないよ。東京、いや、そうしないとかじゃないけど、無理だよ。どう、もう無理、もう無理やわ。今から一から頑張ろう。なんか、え、東京はまたこんなんじゃないん。いや、こんなんじゃないとかじゃないと思うけど、なんか、あ、まあ、アウェイじゃないと思う。はい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 。大阪のやつ来たなってまずなる。あ、なんか面白くない。お前のこんな感じやろ。うわ、あいつ大阪でおもろいやろな、ちょっとお前来んやろ。めっちゃあいついじめられとった大阪。なんで俺常にいじめられるの。あいつの軍事作ってやれらしいって、昔いじめられとったトラウマでのやつらしいねみたいな会話にはなるよね。お、来ました。 初の俺の。アツシスキーが来たね。俺もこういう子だけを、俺はもう、なんていうの、まあ、俺らこういうコメントしか見えない。うん、いや、もう、ほんで、しかもさ、もうちょいこう上げてほしくない、この画面を。あ、そうやな。ずっと俺ら下向いて喋ってる。そうやな、こっち見、こっち見て喋れば男前って言われるよ、絶対。でもこれテーブルが欲しいよね。あ、今決めたの。誰も見てなかったもん。純粋に滑った。純粋に滑った。誰やと思ってんねん、お前。鈴鹿さんだぞ。グイ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 。二度と東京に足踏み込まない。大阪でいいや。グイグイいいね。大阪でいいやと思って、大阪でやらせていただこう。やな、俺は後で見たくねえぞ、自分で。この今回の、え、でも 見返す。俺な、あれなんや、前回のやつだけ見たいの。こうで、こうで企画のやつだけ。こうで企画のやつだけ見たけど、こうやってやって止まってるやつと、あ、そうするのかよね。放送中、ずっとそれや。放送中何分、ちょっと俺トマト。何の話だよ。こうでもう一回やろうって言ったらまた買わなあかんやろ。アツシさん会ってみたい。お、ぜひぜひ。俺こういうのコメントしか俺絶対やらない。LINE したってほしい。いつ来れるみたいな。東京いつ来れるみたいな。逆にね。すぐ行く来るなら交通費も渡すから。交通費は絶対払って。神がする。ほんまいいね。え、でもなんかさ、この見返す、俺前スター会社の撮影やった時に見返してんけど、ちょっと自分で恥ずかしいな。恥ずかしいで、めっちゃ恥ずかしいな。引くよな。なんかクソ問題も見ない人だろ。っていうか、怖くて本当に面白くねえんだなって自分が。知らんっていうかな。もう全部がわかるわけじゃん。声キモい、声キモい、声キモい、顔キモい、おもんない。だから俺濃いキモイとかたまにあるやん。ジャパネット宝みたいな。いや、それ変わらないじゃん。ほんまに思うもん。ほんま、俺痴漢みたいな欲しい。見かけたら。もしかしたら、いや、俺結構自分では明るい声と思ってる。
すげえ低いもん。もしかしたら僕らが映らん方がいいんじゃん。ちょっと待って、サトリが誰誰やねん。サトリが入るね、サトリに。ずっと誰おったここおって、僕一個挟んでこう喋ってずっとそうだよねの顔してる。サトリいいんや。わかるよみたいな。今日はそういう感じ。サトリに入っとったやろ。具合悪い。今日はそんな絶好調。まあそろそろ終わるんじゃない？そろそろ終わるんじゃん。まあ、3分、4分ぐらいじゃない？次、なんか誰か出しますか？毎回このユニアが。ほんまに MC するよ、うん、出しますか？って考えたら。ゲストで呼ばれたわけ。編成してよ、編成自分が、うん。俺がすんの？だから、賞味だけど、これはさ、ほら、ね、ソソースでグローって調べてくれたら出るわけやし、ああまあね、気になる棒とかをね言ってくれたらね、出しますよねっていう話ですよ。まあそれはもう出てほしいって言われたらね、それはもうその人にね、楓も出てほしい場合で出るわけやからね。ほんま、いや誰が出てほしいんやろな。ほんまにでも楓は出るでしょ。あ、1分前でーす。また青いうるさい。久々喋った思った。青うるさい。めちゃくちゃなんで、なんでなんでなんで。カエデは毎回出るっしょ。カエデは来週他の服装で出てほしいよ。いや、それは来週もピンクやったら嫌や。カエデの来週の服装だけは楽しみやね。お次は決めてくるからね。次はバッチ決めてくるからね。次ちょっと誰か同じ服着る。全力でコーデしてきて。そうやな。カエデ次全力コーデで行きましょう。全力でとか言われたらもう買いに行くよ。あんまでやんこだし、まあ次はじゃあ次も楓全力コーデと楓ともう下の子で下の子と2人で、あもう何言ってんの。何ゲストに呼ばれてさ結局そういう感じ。楓の全力コーデともう1人誰か2人でやって、うん、の楓の全力一発切り、うん、まあ楓もう終わるからちょっとまた来週の全力コーデお楽しみ。全力コーデお楽しみ。来週見ようだよー。いや絶対にいいやん。絶対にいいやん。カウントもおかしいし、よかった。打ち切り打っている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を